WD ピアスポーツインプレッサ WRX 誕生スバルから。土曜日曜はお近くの札幌スバルへ。高嶋政信プロに挑戦。頑張れ一本。どうだ、グイッとくるシングロモント。中外製薬。高嶋政信プロに挑戦。頑張れ一本。どうだ、グイッとくるシングロモント。中外製薬。ねえ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 、最近宿カード手に入れたんだって。うん、今日持ってきてないけどね。じゃあ帰るわ。シックカードを持って街に出よう。シックカード。北の都芦別ホテル33元堂に北海道大観音、豪華賞2本立て。ますます楽しくなって、大人1000元子供500元。北の都芦別。オール韓国のキックオフ、第3クォーター後半が始まりました。さあここからのリターンです。オール北海道、白いユニフォーム。ここでボールデッド。12番の千葉くんですか。はい、札幌大学ですね。ちょっとあまり、リターンすることはできませんでした。21ヤードラインです。今のキックです。どうですかこの代わりのキッカーは。そうですね、まあまあうまくいってる方じゃないでしょうかね。そうですね、99番の方があのラッシュが早かったわけですね。オール北海道の攻撃です。ファーストダウン10。パワーアイですね。はい、クォーターバックは高橋北大です。おー、グーンとゲインしていきました。ファーストダウンいったんじゃないでしょうか。ボールを持ったのは33番の加藤です。加藤くんですね。ファーストダウン獲得。ノーマルにストレートダイブですか。はい、このプレーはよく出ますね。オプションが効いてますんで、その布石が生きてきているということですね。はい、それと後半になってからですね、韓国のディフェンスの方がですね、両サイドのですね、谷口選手の、エンドランを非常に気にしているみたいですね。前半はほとんど真ん中は取らなかったもんですから、少し横にディフェンスを広げたんじゃないかという気もしますね。なるほど、はい、谷口をケアしていくということですね。はい、しかしこれは韓国は脅威になってるわけですよね、谷口がいるということが。そうですね、だから真ん中は少し許してもですね、ロングゲインを許さないというあれじゃないでしょうかね。なるほど。佐々木さん。はい、松田さんどうぞ。オール北海道荻田監督にハーフタイムにお話を聞きました。はい、前半は韓国の強いディフェンスラインに手こずった、特にパスのタイミングがずれてしまうので、後半もしばらくはパワーアイでランプレー中心に攻めたい、谷口選手を中心にあと3本4本はタッチダウンを期待しているということでした。なるほど、その谷口が持ちました。谷口のゲイン、これはゲインしていきました。5ヤードのゲインはあります。サードダウンで残り4ヤードぐらいですか。はい、今の谷口です。そうですね、今99番が早いラッシュをかけましたよね。はい、ですからおそらく34番にですねポール行きますと、99番、あるいは両サイドのですね、コーナーバックが早く上がってくるんじゃないでしょうかね。うん、サードダウンの攻撃です。ボールオンは自陣内41ヤード、サードダウン5。さあ谷口を使うか、あるいはフルバックを使っていくか。オールコリアの方、フロント4にかなり自信持ってますね。そうですね。さあフルバックのダイブ、これは韓国止めました。ターンオーバーした。ターンオーバーですか。ですか。ターンオーバー、そうですね、ディフェンス、オフェンスが一気に入れ替わりましたね。はい、今はファンブルしてしまったんですね。今のプレーです。見てみますか。はい、ああここでファンブルしてます。ますね。リカバーした方の攻撃ということになってしまいます。25番の小立くんなんですが、惜しくもファンブルしましたね。さあこれは韓国としては願ってもないチャンスですね。そうですね。さあ韓国の攻撃です。アイフォーメーション。ファーストダウン10です。フルバックに持たせました。
イさん、はい、あの韓国のアメリカンフットボールの歴史というのはどのくらいになるんでしょうか。そうですね、1946年にですね、初めてあの韓国にあのフットボールというものが入ってきましてですね、当時あの日本でですね、早稲田大学とかですね、明治大学からあのプレイ なさった方々がですね、韓国に戻られまして、はい、韓国にフットボール普及したわけなんですね。だから歴史から見ますと、まあ、46年ぐらいになりますかね。しかしあれですね、さあこれは取っていません、インコンプリート。惜しかったですね。惜しかったですね。はい、はい、続けてください、はい、それでまあ最初20年ぐらいはほとんどまあ5、6くらいのチームでですねずっと持っていて、最近1980年度に入ってからですね、初めてあのプサンの方にチームができまして、はい、それから地方にあの広がっていったわけですね。ですからある意味ではですね、こう、まあ、最近10年か15年の間にですね、なんか急にあの広がっていてですね、というようなあのチーム数が増えてきたわけですね。そうなんですね、はい、で現在、まあ、26の大学のチームを持っているわけですね。日本対韓国の交流試合というと、ああこれはロングエインです。クォーターバックもそのまま持って走ります。タッチダウン、クォーターバックラン、タッチダウンです。右のオプションからのキープですね。あそのままオープン、ちょっと抜けてしまいました。素晴らしいプレーが出ました。20対13、さあ今のプレーです。そうですね、走れるんですねこのクォーターバックは。走れます。それとリードブロッカーですね、ダウンフィールドブロッカーかなりいいブロックをしていましたね。いいランをした時には必ず3ヤード手前にいいブロッカーがいるわけですね。そうですね、うん、さあこのポイントアフタータッチダウン、成功です。点差を広げます。21対13です。これは今のタッチダウンをしたプレーです。そしてスコアリングドライブ、ね、40ヤード7回のプレー、タイムオポゼッション、所要時間が2分45秒だったということです。そうですね、北海道のですね、ディフェンスの方がですね、39番にちょっと気を取られたんじゃないかという気がしますね。なるほど、エースランナー。そうですね、今リードオプションからの展開ですので、かなりその39番のチョン君にですね、注目がいっていたと思うんですよ。クォーターバックナイスキープでしたね。はい、点差が開きました。21対13です。さあこのキックは大切です。どこまでリターンするか、オール北海道。おっとファンブル、韓国が喜んでいます。韓国ボールか、ターンオーバー。あーターンオーバーですね。このファンブルはちょっと痛いですね。さあ今のターンオーバーのシーンです。リターナーの堀くんだったんですか。荻田監督ここで思わず頭を抱えましたが、ここで1回タイムアウト取りましたね。ああそうですか、後半のタイムアウトを使いました。オール北海道対オール韓国です。ファーストアウト10、カウンターですね。さあエースランナーのチョンが持っていく、ぐーんとゲインしました。イーさん、この選手、まあ、ちょっと見た目には早くは見えないんですけども。そうなんです、長いストライドなんですね。ストライドが長いんでですね、一歩踏み出すとですね、このストライドよく見てください、走りぶりを、はい、決して重く見えないのはですね、ストライドが長いんですから、足のですね、踏み方がですね、回数が少ないわけですよ。ですから決して早く見えないんですけれども、かなり早いんですよ。はい、まあ、フットボールファンの方だったらお分かりかと思いますが、エリック・ディッカーソンのようなタイプですね。そうですね、一番望ましい走り方じゃないですかね、はい、フットボール選手としては。セカンドダウンの攻撃、中央のダイブですか。はい、ディフェンスは66番の金子くんがなんとか止めましたね。はい、ここは北海道のディフェンスは、ただファーストダウンですか。ファーストダウン取りましたね、はい、オール韓国がファーストダウンを取りました。ボールオンが自陣41ヤードファーストダウン10、フルセットアイドローです。
タイミングを遅らしたパス、かなり引きずっていきましたね。今のプレーがもともと韓国のキープレーだったんですね、はい、右側のオフタックルですね、はい、このプレーですね、いいブロックですね、はい、いいですね、はい、ガードのカン君ですか、63番、はいはい、素晴らしいブロックでしたね。ボールオンが自陣内49ヤードハーフウェイラインに近づいてきました。セカンドダウン2、クォーターバックはパク、まっすぐドロップバック、パス通りました、パスも通るようになってきました。この辺は素晴らしいですね、このタイミング。タイトエンドの89番キム君ですね。このパスの練習というのはかなりやったんですか。そうですね、特に韓国のですね、ショットジョンとかのミドルジョンにはですね、タイトエンドへの投げが非常に多いと思います、はい、それはやっぱりあれですね、まあ、最近のフットボールというのはいわゆるジョンディフェンスになりましてですね、ワイドリシーブとかですね、スプリットエンド、フランカーのところにはですね、かなりつくわけなんですけれども、少し手遅れで出てくるタイトエンドに対するディフェンスは非常に難しいわけですね、はい、ですから今度韓国のチームのパスはですね、ミドルゾーンにはほとんどタイトエンドへのパスが多いんじゃないかと思います。反則があったようですね、はい、反則がありまして、パーソナルファール、大きく抜体しました。先ほどオール北海道ダウンした後にホイッスルの後でタックルに行ってしまったようですね。レイトヒットですね。そうね、レイトヒットに行ってるみたいですね。まあ、パーソナルファールというのはラフプレーのことですね。韓国の攻撃です。ボールオン敵陣20ヤードファーストダウン10、フルバック、これもゲインしていきました。右のサイドライン、33番のシンです。もう韓国チームはすっかり波に乗りましたね。乗りましたね。思うようにプレーできますね、はい、先ほどのモメンタムのこの移り変わりですね、はい、これのきっかけがちょっとつかめませんでしたね。北海道は今完全にモメンタムはオール韓国です。このオール韓国は敵地といいますか、相手国で試合をすることはあるんですか。かなり。そうですね、まあ、今まで日本にですね、何度も遠征に来たことがありましてですね、はい、まあ、ほとんど日本とですね、試合やったことあるんですね。さあタッチダウンパス、インコンプリート。ちょっと今までですね、ええ、日本に5回ほどですね、遠征に来てましてですね、はい、最初来たのが1973年にですね、を初めてですね、去年はオールソウルがですね、関東に、ね、東京に遠征に行きまして、東海大学で試合やったことあるんですね。結果の方はどうだったんですか。去年は大敗しました。それで、はい、さっきもお話ありましたように、徐々にそれを元に強くなってきていると、はい、そうなんです。今日は素晴らしいプレーを展開しています、オール韓国。さあこのフォースダウンなんですが、まあ、おそらくフィールドコールを一応狙うんじゃないでしょうかね。ここではそうですか、はい、狙いますね。あ、フィールドコール狙いますね。75番が入ってますから、はい、彼が控えめのキッカーですから、はい、ホルダーはクォーターバックがそのまま入ります、はい、パク、このキックも重要ですよ、はい、成功です。入りましたね、はい、素晴らしいキックでしたね。24対13、3点追加ですか、はい、リードを広げました。さあ今のキックのシーンです。スナップは高かったんですが、うん、うまくホールダーが球をセットしましたね。そうですね。新作はすごい。味もデザインもさらに進歩した新作ロッテガム誕生、キャンペーン実施中。香り高き伝説のウーロン茶、ついに解禁。ロッテ猿王登場。おはようございます。あ、坂本さん、昔撮った私のビデオ本当に綺麗に見えちゃいましたよ。
まけに G コードまでいっちゃってありがとうございます。坂本さん、日本全国三次元マジック東芝 BS アリーナ、本当に綺麗に見えたそうです。北の都アスベツホテル33元堂に北海道大観音、豪華賞2本立て、ますます楽しくなって大人1000円、子供500円、北の都アスベツ。私だってシックカードを持って街に出たいのです。シックカード。最終クォーターに入りました。オール韓国の攻撃です。ドロープレイ、クォーターバックは背番号11番のコ・ソンオンに変わりました。金子君ですね、66番北海学園大学、素晴らしいタックルですね。タックルですね、はい。イさん、このコス選手はどんなタイプのクォーターバックなんですか？ですね、まあ、一応ランニングプレイのですね、クォーターバックなんですけど、彼のはですね、トリックプレイが非常にうまいんでですね、まあ、先ほどちょっとまだ見せられなかったんですけれども、はい、まあ、彼はクォーターバックに出てなのでですね、どこに攻撃に行くかわからないわけですね。あ、非常にその辺がうまいわけですね。そうです、はい。さあ、オール北海道追い風になりましたんで、ええ、この辺でモメンタムを持ってこないといけませんね、ええ、まだ得点差は11点差ですから逆転で可能な時間ですね、ええ、さあ、オール北海道の攻撃です。クリップスに変えてきましたね。パスフォーメーションです。ワンセットバック、フォーレシーバー、プレッシャーが大きかった。49番のラッシュがすごかったですね。すごかったですね。まあ、クォーターバックは大滝が入っています。さあ、今この大滝ですが投げられなかったですね。地面に投げつけましたね。まあそこで潰されますと、はい、そこからの攻撃になりますので、ね、はい、パス失敗をあえてしたということですね。そういうことですね。パスフォーメーション、おっと、イエローフラッグです。反則がありました。さあ、この反則がどちらに有利に働くか。デッドボール、イリーガルフォーメーション、イリーガルフォーメーション5ヤード、セカンドダウン繰り返し。イリーガルフォーメーションということですね。おそらくラインが7名いなかったんじゃないでしょうかね、はい、第1戦には7人以上いないといけないというルールがあります、はい、おそらく1人下がってたんですね、しっかりと並んでいなかったような状況ですね、はい、なんとかモメンタムが来ないか。オール北海道右スロット、左フランカー、ドローです。谷口のゲインが少なくなりました。もう先ほども言いましたが、谷口君用にですね、コンテインも決めてしまってますね、もうそうしますと谷口に倒れなくなってきたわけですよね。中央のゲインは先ほど先生が言われましたように多少許してもですね、はい、谷口くんのオープンは止めておこうと。なるほど、いうディフェンスになってますね。まあ、その辺は伊さん、はい、パスの方はあまり飛んでこないというふうに踏んでるんでしょうか。そうですね、まあ、パスの方はさっき83番ですか、まあ、何回も抜けましたんで、彼一人だけはですね、まあ、今のフォーメーションだったと違うんですけれども、パスの方よりもとにかくは谷口選手のですね、ランをですね、防ごうというのがもうはっきりと出てますね、このディフェンスには。大滝が走りました。クォーターバックラン。今はどちらかというとデザインしたプレーじゃないでしょうかね。そうです。デザインしたプレーですか。そうですね。最初からクォーターバックが走るということを決めていたプレーだと、ね、ラッシュが厳しいので、うん、まあ、その辺、空くという裏面の
で意味合いを持ちますので、クォータードローという言い方をします。そういうことですね。左トリップス、ワンセットバック、右タイトエンド、パス通りました。ファーストダウンいったんじゃないでしょうか。あ、ファーストダウン獲得です。今のは本当にファーストダウンを取りに行くパスでしたよね。さあ今のプレーです。パスプロもしっかりしてましたね。はい、南沢が取りました。ファーストダウンを取りました。ボールオンは敵陣に入っています。24ヤード、ファーストダウン10。トリップスを続けますね。はい、パスに行きます。取りました。これはファーストダウンギリギリですか。ギリギリですね。まあ、こういう中間距離のパスが通るということは、イーサン、はい、プリベントディフェンスを引いてるんでしょうか。そうですね、一応、まあ、カバー1、2、3をうまく使ってるわけなんですけれども、まあ、ミドルパスに対するあれは少し甘いんですね、あれはどうやらまあ、マンツーマンに近いパスですからですね、ですから、まあ、ミドルゾーンが少し甘いんですけれども、はい、なんとかですね。ワンセットバックです。ワンフェイクを入れた。さあ大滝持って走る。これもクォータードローです。ファーストダウン行きましたか。行きましたね。ああ、まだわからないんでしょうか。ファーストダウンです。ファーストダウンです。さあ今のプレーです。ワンフェイクを谷口に入れました。そして自分で持って走りました。はい、大滝、大滝くん足がありますんで、このバリエーションはいいと思いますよ。はい、走るか投げるか、ランパスのオプションを、かけてるわけですね。これはオプションになるわけですか。そうですね。クォーターバックがとっさに判断するというプレーですね。ファーストダウン10、真ん中へ通りました。これもいいゲインですね。はい、大滝がこうやってパスが出てくるとまだまだ分かりません。そうですね。ワイドレシーバー広志へ通しました。エースワイドレシーバーです。不調という情報が入ってたんですが、ようやく盛り返してきましたね。はい、大滝君、これが大滝の持ち味ですね。そうですね。ボールオンが5ヤードです。さあこれはファーストダウンを取りに行くか、あるいはタッチダウンを取りに行くか、両方のプレーが考えられます。さあ大滝パスを投げてファーストダウンを取りに行きました。完全にボールコントロールパッシングオフェンスですね。はい、10ヤードをきっちり取りに行くという、そういうパッシングをしてますね。そうですね。本当の持ち味はロングパスなんでしょうが、ここはもう確実にファーストダウンを取りに行ってますよね。はい、さあゴールが見えてきました。近くなってきました。オール北海道、クォーターバック背番号9番の大滝です。ゴールまでボール一つですか。うーん、ボールオン1ヤード、ファーストダウンゴール。ここから4回の攻撃でタッチダウンを狙えばいいわけです。スニーク、スニークで入りましたね。タッチダウン、キュービースニーク、24対19です。いや見事に決まりました。ラインが強いんですか。まあそうですね、ラインの押し合いですよ ね、これね。この攻防は面白かったですね。この50ヤードのドライブは大滝くんが全てデザインしたような形になりましたね。あ、そうですね、素晴らしいタッチダウンでした。大滝ポイントアフタータッチダウンです。このキックも大切ですよ。そうですね。あ、入りませんね。失敗、2度失敗ということになります。うーん、さあこれは今のスニークのタッチダウンのシーンです。まあラインの力を信じてまっすぐに入っていきましたね。はい、大滝のために道を開けてくれたわけですよね。ラインが頑張って、24対19です。ファーストダウンで20ヤード、ロングパスしかありません。おお、あわや取るかという、今のタイトエンドの選手ですね。失敗は惜しかったですね。はい、89番ですか。
ファイトエンドのキムです。ワンハンドキャッチしそうになりましたね。素晴らしいキャッチだと思ったんですが、非常にこの選手背が高い選手なんですよね。183センチあります。非常に気さくな選手でもあります。ああちょっと残念だったなという顔してましたね。そうですね。セカンドダウンで20ヤードオプションですね。ああピッチしました。ちょっとピッチが乱れた分展開が遅くなりましたね、はい、39番のエースランナーチョン・ギュンシクへのピッチでした。ああちょっとここがもたついてしまいましたね。イさん、そうですね。でもあれですね、今韓国チームのベンチではですね、タイムとのですね、タイムコントロールしてるんじゃないかと思いますね。ボールコントロールオフェンスですか。まあ、そうですね。だから今の、まあ、本来ならば、パスでまた行きたいところだったんですけれどもですね、はい、今、まあ、時間が3分少々でですね、残る時間が。あでもここはパスを使います。そうですね、これはインターセプトですね。どこまで戻すか。20番の小林くんですか。小樽商科大学、はい、ナイスプレーです。ビッグプレーです。このターンオーバーは大きいですね。大きいですよね。このいいフィールドポジションでオール北海道の攻撃に移ります。パスティングユニットが出てきています。トリップスで、大滝です。空いています。アンダーニースが完全に空いています。はい、5ヤード4ヤード取ってそのままダウンで、よろしいというような、はい、そういうパッティングですね。さあオール北海道得点のチャンスです。思わずここでオールゴリアタイムアウトを取りましたね。あタイムアウト取りましたね。タイムアウトは2つ目2メネットに入りましたか。そうですね。残り時間が1分52秒です。しかし大滝の力を持ってすればここからワンタッチダウンは十分返せます。ゴールまでは8ヤードほどですか。はい、得点差は5点。さあパスでいくかランでいくか。まあ大滝が出ていますからどうでしょう。谷口を入れて2段構えということもありますか。そうですね、今のバリエーションは崩さないでままでいった方がいいような気がするんですけれども、はい、背番号9番が大滝です。これはパワーアイのチームでしょうか。佐々木さん、はい、今クォーターバックが大滝選手から高橋選手に変わりました。そうですね、パワーアイのチームが入ってきてますね、はい、パワーアイユニットが今入っています。ということは谷口くんへの期待ですね。そうですね、谷口に持って走らせようということです。それはあれじゃないですか、韓国チームがタイムアウトを取った、それでディフェンス の代わりが予想されるということで。なるほどですね、パスディフェンスに切り替えるということでまたこちらのオフェンスも変えたんじゃないでしょうかね。その谷口へのピッチ、はい、谷口どうだ。左のワイドオープンを走る。これはほとんど横走りでした。ただファーストダウンまではあと 1,2 ヤードだと思いますよ。そうですね、まあ、タッチダウンを取りに行ってもよし、ファーストダウンを取りに行ってもよしというシチュエーションです。谷口の走りをご覧いただいています。谷口は完全にマークされています。しかしその谷口にあえてボールを持たせました。オール北海道サードダウン1ヤード、パワーアイフォーメーション、ピッチして谷口、ファーストダウンは取りました。ファーストダウンを取ったようですね、ここで時計は止まります。1分39秒さあ今の谷口です。彼今オープンへ行こうという気持ちはあったんですけれども、あえて1ヤードを狙いに行きましたね。時計は進みます。あと1分30秒、ここは何としてもタッチダウンしなければいけませんね、オール北海道としては。さあクォーターバック高橋突っ込んでいった、タッチダウン、逆転。ここで逆転は大きい。33番の加藤君ですか。25対24です。
さあ今のプレーです。33番ですね、加藤。33番の加藤君ですね、練習の時に僕はブロッカーに徹するんだという心構えだったらしいんですけれども、今回かなり活躍してますね。そうですね、まあ、ある程度の犠牲もあるわけなんですけどもね、フットボールというのは谷口を走らせるのが自分の仕事だと言っていた加藤ですね。まあ、加藤君が生きて谷口君が生きると、はい、またその逆もシーンという形になりましたね、はい、さあこの後のポイントアフタータッチダウンです。あ、高橋が入っているということは2ポイントコンバージョンを狙うんでしょうか。あ、1人選手が傷んでいます。この選手は76番の選手です。76番の村木ですね、はい、ちょっと肩を痛めたようですね。あ、2ポイントコンバージョンを狙います。これが成功すれば2点追加。さあ高橋自分でキープした、入りませんね、失敗です。さあこの1点の攻防が1点ということになりました。この1分14秒でどう反映するかですね。今はどうして2ポイントいったんでしょうか。そうですね、まあ、市川しかとにかく点数は少しでも広げておきたいということだったんだと思いますよ。いや、私はですね、今あの1点差ですよね、これが1点が入ると3点差になるわけですね、はい、一応韓国のフィールドコールはあの気にしてたんじゃないでしょうかね、はい、だから栃道 1点差で勝っても1点差で勝ってもですね、そうなんですよ、ね、それは勝ってて、もしあの韓国の最後の攻撃でですねフィールドコールゾーンに入って、ね、フィールドコールであの狙ってきますとですね3点になるわけですね、少なくてもそうなりますと引き分けになりますから、うん、まあそれでいったんじゃないかと思いますね。残り時間が1分14秒です。微妙ですね、フィールドゴールでフィールドゴールシチュエーションに入るかどうかですね。そうですね、1分9秒を残しています。得点は25対24、わずかに1点差、オール北海道リード。郡谷はおのずとこのシチュエーションからは、パスですね、パスのオフェンスを敷いていかなければ時間との戦いになりますので、まあ、当然パスしかありえませんね。そうですね、パッシングオフェンスをするしかないでしょうね。ないですよね。残り時間が1分9秒です。時間との戦い、パスに行きます。ファーストダウンを取れば時計は止まります。パス失敗だと時計は止まります。サイドラインに出れば時計は止まります。パスは成功したんですが、ファーストダウン行ってないんです ね。インバウンズなんで時計は動いています。時計は回ります。さあまたパス、そして外に入れなきゃいけない。インバウンズだ、時計は動く。ファーストダウンですから一旦時計は止まります ね。止まります。イさん、この辺いかがですか、はい、そうですね、ここであとそうですね、やっぱりパスで行くんですけれども、まあ、いつロングパスで行くかということですね、はい、オールコリアノーハドルですね、ハドルですね。そしてフィールドゴールレンジまで持っていけるか。おっとファンブル、リカバーは、リカバーはオール北海道じゃないですか。オール北海道、オール北海道が取りましたね。ターンオーバーです。このターンオーバーは韓国は痛いですね。そうですね、もうこれでほぼ試合決まりっていう感じですね。これは沖田監督が喜んでますね。さあこのシリーズを無難に時間を食っていけばオール北海道が、はい、どうしますか、プレーしますか。イートザボールするかもしれませんね。タイムアウトが残ってましたか、タイムアウトは北海道は1回残してます。あ、小立君にノーマルにストレートダイブしましたね、はい、残りが20秒です。どんどん時計は進んでいきます。10秒に入りましたね。
ああもうこれそのまま潰してしまいますか。カウントダウンが始まりました。ここでタイムアップ、25対24、オール北海道がオール韓国を辛くも下しました。オール北海道がオール韓国を下しました。ポテトボール93でした。さてこの試合振り返っていただきましょう、イさん。そうですね、まあ、本当にいい試合でしたので、私も一応まあ満足してますけれども、まあ、結局前半でですね、第1クォーターで お互いに相手のですね、ディフェンスをですね、様子を見てまして、セカンドクォーターに入ってから自分の持ち味を一応出して思うんですね、はい、でそれでその攻撃がほとんどですね、両方 のエースランニングバックですね、谷口選手とオール韓国 のチョン選手ですか、その2人によってほとんど牽引したもんで、はい、後半になってから両方ともですね、ディフェンスの方がこの2人の選手に絞ってですね、出てきてまして、まあ、ちょっと戸惑ったことはあったんですけれども、まあ、最後のオール北海道のですね、パッシングにオフェンスを切り替えた、はい、それをですね、まあ、韓国のディフェンスの方がですね、はい、わかりました、ベストライン面が66番の金子、そして、ベストバックスが44番のパク、 MVP には34番の谷口が選ばれています。以上ポテトボール、93、オール北海道がオール韓国を下しました。またこれを機会にね、両チームが両国がですね、発展してほしいですよね。そうですね、はい、ボールファンのためにも。小島さん、イーさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。